皆さんこんにちは。女優の有村架純さんとキング&プリンスの高橋海人さんの真剣交際を週刊誌が報じ話題になりました。双方の事務所が否定しなかったため、久々の大型熱愛への反響が今もなお収まりません。交際約3年とされ、表沙汰になることがなかったビッグカップル、芸能界ではこの年の瀬2人がゴールイン秒読みだと見る声が相次いでいます。まず怪しいと思われた動きは、有村さんが12月30日放送の輝く日本レコード大賞で司会を務めないということです。近年レコ大の女性司会者は2年連続で務めるのが通例で、有村さんも昨年の初司会に続き担当すると見られていました。ですが12月4日に今年は川口春奈さんが務めることが発表されたのです。芸能プロ関係者の間では、有村に年末以降私生活で熱愛か結婚などの大きな動きがあるために、生放送の大役に影響が出かねないレコ大司会を回避したのではないかとの推測もささやかれていました。因果関係は断定できませんが、今回の熱愛発覚でそういうことだったのねと思った関係者は多かったようです。近日中の結婚もあるのではと思われているそうです。有村さんは2013年8月高橋さんと同じ旧ジャニーズ事務所の平成ジャンプに当時所属していた岡本圭人さんとの熱愛を本誌にキス写真とともに報道されています。当時有村さんは芝居に邁進していきたいと謝罪コメントを出し、以降約10年間表向きはノースキャンダルを貫いてきました。しかし週刊誌によると、有村さんは2020年10月期の主演連ドラ「姉ちゃんの恋人」の撮影後、共演した高橋さんと交際を始めていたといいます。有村さんは2018年12月取材の際に結婚について理想の年齢は30歳くらいと述べていました。そして今年2月13日に彼女は30歳を迎えています。結婚をするとしたら2月頃になるかもしれませんね。すでに極秘愛を育んでいたとされる2022年11月には、突然ですが占ってもいいですか？で、占い師星ひとみさんに30歳で人生の転機と言われ、意味ありげな笑顔を浮かべていたことがマスコミの間で、結婚を意識しているのかもと話題になっていました。その30歳も間もなく終わってしまいます。バレないように鉄壁のガードを敷いていたであろう関係が漏れたということは、結婚を念頭に2人の関係が知られてもいい方向にシフトチェンジしたのかもしれません。有村さんのお相手の高橋さんは現在24歳。2018年にキンプリとしてデビューし、スマイルアップの中でも高い人気を誇るアイドルです。そんな彼が結婚するか気になるところ、ある芸能事務所関係者は近年のスマイルアップの結婚事情を語ります。2020年に生田斗真さんが清野菜名さんと、2021年に嵐相葉雅紀さん、櫻井翔さんがそれぞれ一般女性と、同年に元 V6 坂本昌行さんが浅見ひかるさん、今年1月にはキスマイフット2横尾渉さんが一般女性と結婚しています。坂本さんは50歳でのゴールインとなりましたが、ここ数年は30代後半で結婚するケースが多い印象を受けます。ただ過去に20代でゴールインしたケースも。木村拓哉さんは28歳の時に工藤静香さんと、元カトゥーン赤西仁さんは27歳で黒木メイサさんと、元男組岡本健一さんに関しては23歳で結婚しています。ただ木村さんと赤西さんの場合、当時奥さんが妊娠していたという事情もあったと思います。24歳の高橋さんが大きな決断を下せば、歴代のスマイルアップタレントの中でもかなり早い非婚者となりそうです。有村架純さんと高橋海人さんの交際のきっかけは、2020年10月期に放送されたドラマ「姉ちゃんの恋人」での共演だったといいます。
姉と弟役で共演した有村さんと高橋さんはドラマの撮影終了後から付き合い始め、2022年の冬頃には有村さんと同じマンションに高橋さんが引っ越したということです。ドラマ「姉ちゃんの恋人」で演じた役柄通り、有村さんが高橋さんより6歳年上なので、ドラマでの役柄を演じる中でお互いへの親しみが湧いていったのかもしれません。有村さんの事務所も高橋さんの事務所も否定はしておらず、次のように回答しています。有村架純さんの事務所はドラマの共演以来仲良くさせていただいていると聞いております。高橋海人さんの事務所はドラマで共演をして以来仲良くさせていただいている先輩だと聞いております。このことから事務所の公認の仲なのかもしれません。有村架純さんと高橋海人さんの突然の熱愛報道に多くの人たちが驚いていたようですが、実は3年前から交際してる2人の匂わせがあるようなのです。その匂わせエピソードを8つ取り上げてみたいと思います。1つ目、サムギョプサル。2022年9月3日放送のバラエティ番組キング&プリンスルの中で、料理人がサムギョプサルを作る VTR が流れると、高橋さんが司会の劇団ひとりさんに向かって、ひとりさん、俺昨日食べました、これやばい、ラッキーと嬉しそうに発言。劇団ひとりさんが昨日カイトどこで食べたのと尋ねると、高橋さんは昨日僕実家というか住んでるハウスでと、ちょっと変な答え方をしたため、アンタッチャブル山崎さんが家じゃんとツッコミを入れました。高橋さんは家ですねと簡潔に言い直しましたが、ネットでは不自然な言い方に、一人暮らしの男性が家で一人でサムギョプサルを作るはずがないよね、カイト君彼女いるなこりゃ、墓穴掘ったか、カイト明らかに動揺してた、彼女だとしたらあの人、カイトって本当に匂わせ多い、前科あるから些細なことでも疑っちゃうんだよ、などの声が相次いだようです。2つ目、理想の女性。高橋海人さんは2019年に発売された女性ファッション雑誌キャンキャンの中で、理想の女性について次のように紹介しています。髪の毛が長めで奥行きのある目、タートルネックが似合う大人っぽい人。高橋さんがキャンキャンで理想の女性を紹介した2019年は、お二人は付き合ってはいなかったと思われるため、高橋さんは有村さんに出会い理想の女性にぴったりでビビッときたのかもしれません。3つ目、撮影現場にお迎え。報道では有村架純さんが出演していたある作品の撮影現場に、出演していない高橋海人さんがお迎えに来ていたというエピソードがあるようです。高橋さんが現場に行けば目立ってしまい、関係者やマネージャーの目につき、交際がバレてしまう可能性があると思いますが、それでも迎えに行くということは、事務所も早い段階から2人の交際を認めていたのかもしれません。4つ目、同じマンション。有村架純さんと高橋海人さんは、報道でも明らかにされていた通り、2022年冬頃から同じマンションに住んでいるようです。お互いに多忙な芸能人カップルが人目につかないように、また時間がなくても会えるようにと、同じマンションに住むパターンは実は結構あります。例えば松坂桃李さんや戸田恵梨香さん、星野源さんや新垣結衣さん、三浦翔平さんと桐谷美玲さんなど、同じマンションに住んだ後にゴールインしたカップルもいます。有村架純さんと高橋海人さんもかなり真剣に交際されているのかもしれません。5つ目、突然ですが占ってもいいですかの内容。2022年3月10日放送の突然ですが占ってもいいですかに出演した時のことです。占い師の星ひとみさんが有村さんを占った結果として次のような発言をしました。2023年に第一次結婚のチャンスが来る、スピード婚しやすい、自分を刺激してくれる人、カリスマチックな人が
一人目の結婚相手。さらに星さんはバツイチの星が入っていると続けました。現在付き合っている高橋海人さんはジャニーズの人気タレントで6歳年下、刺激をくれるカリスマチックな存在には当てはまりそうです。さらに星さんは年下にも興味を広げてみてとアドバイスをし、有村さんが本当に好きなのは穏やかで優しくて刺激がないのんびりしている人と語っていることから、穏やかで優しくて刺激がないのんびりしている人が高橋さんの可能性もあるのかもしれません。6つ目、ライブ配信中の発言。2020年ドラマ共演後に高橋海人さんがライブ配信を行いました。その中で高橋さんが有村さんも見てくれてると発言したことで、ファンの間では匂わせと話題になったようです。7つ目、高橋さんの作詞内容。2020年9月発売のキング&プリンスのアルバム L&に収録されている生活という楽曲も匂わせではないかと言われています。この曲は高橋さんがプロデュースし、作詞にも参加しています。歌詞の内容は、家に帰ったら好きな人が待っていて、それだけで部屋が輝いて見えるというもので、当時まだ有村さんとの交際はありませんが、有村さんをイメージして作詞したのではという声が上がっているようです。8つ目、ツアーでの報告。先述した生活が収録されているアルバム L&を引っ提げてのキング&プリンス全国ツアー、そのステージで高橋さんが有村さんが見に来てくれたと報告したこともあったとか、これにはファンも公開告白という声も上がっているようですね。しかし堂々と名前を出すということは付き合ってはいないということでしょうから、高橋さんも友人の一人として有村さんの名前を出したのでしょう。こうしてまとめてみると、高橋さんが有村さんを好きでたまらないというような雰囲気があふれているように思います。お二人のファンはやきもきすると思いますが、どちらかというと好意的に受け入れられている印象です。来年にはめでたい知らせが舞い込んでくるのでしょうか。ビッグカップルのその行方から目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。